皆さんこんにちは、2センチです。本日はね、違和感ミステリーというゲームを遊んでいこうと思います。こちらのゲーム、スマホアプリランキングで1位を取っておりましたので、すっごい気になっていたゲームでございます。どういうゲームなんでしょう。まあこういう系のゲームはね、過去にもいろいろ実況してきたので、また痛い同じようなもんじゃないかなって。早速スタート。何かがおかしい。なんかさ、子供の顔もさ、ちょっとさ、なんか子供の口おかしくない？黒すぎない？お歯黒かな？お歯黒かこれ。いや、お母さんの顔、これどうなってんだろう。え、お母さんこれな、お面ですかこれ。それともあれかな、美容パックかな。最近美容パックにもなんか面白い絵描いてるのとか売ってるじゃん。それ、そういうのかな。正解なんだこれ。いくらあやしても、愛おしい我が子は泣き止まない。戸惑う母は気づいていないのだ。自らの顔が恐ろしいこと。恐ろしいことっていうかさ、これさ、なんでこんな口先女みたいになってんの。そりゃ泣き止まないよね、子供も。何かがおかしい。でもおかしいな。いや、なんか全部怖い、この絵。なんか手前の女性二人もめちゃくちゃ怖くない？なんか虚無なんだけど。どこを見てんの、その目は。何を見てんの？え、今日も出勤だりーなってこと？いや、それより後ろの人だな、この人。え、何？それ前髪異常に長いのかな。隣のやつが何をしてようか気にしない。その方が幸せだ。すぐそこに頭と体が別々の方を向いている人間がいるなんて気づかないで済むのだから。やっぱりそういうことなんだ。前髪が異常に長いとかじゃないんだ。怖っ。何かがおかしい。これ多分結婚式だよな、お祝い。何を出そうと、ご霊前。なんか普通に常識知らないやつかな。もうそうであってくれ。もうそうじゃないと困るわ、これは。女性が笑顔で取り出したのは、ご霊前と書かれた香典だった。後日、神父の結婚相手がこの女性の元彼だったと、この女性の元彼、あー、なるほどね。え、じゃあさ、元彼がさ、その元カノのことを結婚式に呼んだってこと？え、なんかそれ、イカれてないかなり。それに行く彼女も、元カノも元カノだけどね。え、なんか、いや、気持ち悪い。なんか彼氏。元彼キモくない？ちょっと。呼ぶの？あ、呼ばれてもないのに来たとかなのかな。まあ、それだったら元カノだいぶキモいけど。なんか監視カメラみたいについてるんだよな。え、これかな。おかしくない、この監視カメラ。え、めっちゃ怖いんだけど。しかもバレバレなんだけど、わかるでしょ、これ。あ、試着室なんだ、これ。お部屋じゃないんだ。試着室広くない？めちゃくちゃ。防犯カメラ？着替えを覗かれていたに違いない。怖っ！私さ、あんまり服屋に行って服買うときもさ、試着しないで買っちゃうんだよね。なんかサイズも大体、このサイズで大丈夫でしょ、入るでしょみたいな、肩幅こう適当に合わせてさ、あ、まあこれいけるかって、ちょっとそのまま買っちゃうんだよね、試着とかしないで。ズボンとかもさ、試着しないんだよね。普通するんだろうけど、私しないんだよ、めんどくさくて。しかも失敗したことないしさ。そっか、怖っ。まあ監視カメラとかないと思うけどね。でもなんか怖くなっちゃった今。何かがおかしい。え、なんかおかしいところある？あ、なんかクマさんの背中になんか縫い目みたいなのが、もしかしてあれかな、なんかボイスレコーダーつか、なんて言うんだっけ、盗聴器みたいなのが入ってたとか。これおかしくないこれ。正解のこの女の子なんだ。差出人不明のプレゼント、背中に不自然な手縫いの跡が、中には何が入ってるんだろうか。怖っ。差出人不明っていうのが怖くない？それを笑顔で受け取ってるこの女もやばいぞ。だいぶ私だったら普通に捨てるけどな。いや、問答無用で捨てるよ。知らないやつか、あのプレゼント。怖すぎでしょ。何かがおかしい。解除。録画。なんだろう、なんかおかしいのある？ん、友達が遊びに来てくれて、解除っていうボタンを押せばさ、なんかどうなんの？ごめん、わかんない。私、これ、このシステム知らないんだけど。解除ボタンかな？あ、ごめん。泣かないで。ごめんね。ごめんね。ごめんね。え、友達がただ遊びに来てるだけだよね。このさ、この隙間のこれ何？これ何？インターホンに映ってるのは確かに友達だが、何者かが友達が持ってる映像を表示した。そういうこと！うわ、怖っ！あ、怖い。
あ、そういうことか。え、みんなわかった？スマホに友達が映ってる、まあ、動画をこうインターホンにこう見せての画面に。だから別人なんだよね多分。え、めちゃくちゃ怖いんだけど、そういうこと？あ、気づかなかったの。え、待って、いやいやいや、誰誰誰誰、これ鏡じゃなくてこういう絵ですかね。絵であってほしいなこれ有名な絵画みたいな。え、いやいやいや、包丁持ってんな、なんだこの女は。鏡に映り込んだ女性は男の浮気相手のよう。あ、手に持つ包丁で無理心中を図ろうとしている。やめてよ、浮気相手か。んー、じゃあ男もクズだわそれは何かがおかしい。ええ、ちょっと待って、なんかおかしいの見つけたけど、なんかさ、プレゼント送るのはいいんだけど、プレゼントさ、こんな大きめの箱に入れてプレゼントすることある？なんかだいたいさ、なんか店でさ、梱包とかしてくれるじゃん、可愛く。ロフトでもさ、なんか可愛くやってくれるし、フランフランとかさ、よく行くけど、タンプレ用とかに可愛くしてくれるじゃん。袋に入ってるじゃん、箱じゃなくて。それで十分だよね。これしかも女子高生でしょ。こんなわざわざ箱に入れて梱包してる、そこはどうでもいいよね。そこどうでもいいわ。これなんすか？うん。それ気になるんだけど、これ何？わかってないけど。プレゼントの中身は、虫の死骸ですか？はい。誕生日の数日前、彼女は仲間うちの一人を無視しようと言い出した。だが逆に言い出した彼女がいじめのターゲットとなってしまったのだ。え、誕生日の数日前、彼女は仲間のうちの一人を無視しようと言い出した。なんで無視しようって言い出したの？その子もちょっとダメだよね。だからその虫の死骸を送りつけられた子が、無視しようよって言ったんでしょ？でも逆にターゲットになっちゃったってことでしょ？え、なんか女怖っ。マジで怖えわ。ねえねえ、何かがおかしい。いや、おかしいことだらけだって。待って、これどういうことだこれ。多分子供がさ、手肉とかつけてペタペタペタって遊んだんだけど、奥さんの手にも赤いのついてるよね。え、これ奥さんの手？奥さんの手のことある？え、なんだこれ。え、子供がやったわけじゃないのか。夫に育児の大変さをアピールして気を引くために子供を無理やりやらせていたようだ。これは立派な虐待である。うざうざ嫁だな。え、なんかそのアピールするの寒いわ。てか壁にさ、かーこれもう片付け大変じゃん。アピってどうすんの？アピって何がしたいの？なんかやだな。何かがおかしい。え、泣いてる。これ不正解の子じゃんえ、普通にお花送ってるだけだよね。なんだろう、この、引っ越しとかすることになって、花送ってるって感じなんじゃないの？え、これなんかおかしいなとこある？え、このなんか百合の花がダメみたいな。え、そういうことかな？後輩から渡されたのは、哀悼の意を表す、仏花っていうのかな？卒業生の彼女は後輩から嫌われていたことを知り泣いてしまった。いや、わかんないよ。後輩が無知だっただけって可能性もあるよね。確かに菊とかか、これ。確かに菊とかはちょっとセンスないかなって思うな。ひまわりとかチューリップとか、あとなにパンジーパンジーとか、スズランとか、なんかそこら辺だったらいいのかな、わかんないけど、菊はちょっとセンスないね。これは確かにわざとの可能性もちょっとある。それか本当に無知。どっちかだね。何かがおかしい。なんかいるな、隣に。誰その子。しかもなんでここで写真撮ろうと思ったの？お母さん。なんもないよ、ここ。なんもない公園で写真撮ろうと思う？この女誰？この女誰ですか？何かがおかしい。何かがおかしい。今やってるのよ。あれ、いないはずの女の子が映ってる。この子はまさか。いや、まあ、幽霊なんじゃない？この男の子には見えてるのかな？女の子のこと。何かがおかしい。タバコ吸ってる。タバコと、飴かなこれ。で、マグカップの中にココア？あと、クマさん。え、何おかしいの？あー、これ多分制服か。高校のこのセーター。で、下制服だよね、これ。なのにタバコっていう。なるほどね。そういうことね。インフルエンサーとして人気の彼女は、まだ17歳の女子高生のはずだが、部屋で自撮りをしていた写真にしっかり灰皿が写ってしまっている。この後彼女が炎上することは間違いないだろう。よくないよ。でも灰皿の、あれ可愛いね。私タバコ吸ったことないです。何の話？
何かがおかしい。ウサギに餌をあげてて、掃除して、なんか奥にウサギみたいななんかいない？え、めっちゃ怖いんだけど、何これ？何これ？え、何この器の中に、この桶か、桶に入ってるこれ何？え、これウサギじゃないよね？え、待って、めっちゃ怖い。何それ、やだ。え、よしよし、大きく立派に成長したね。飼育員の二人はお互いににっこり微笑んだ。前回の出荷分よりももっと高く売れそうだ。そういうこと。学校で育ててんのに出荷とか。どういうこと？なんか裏ルート使ってんじゃん、それは。じゃあ次で、今回終わりにしましょう。こちらで。で、また好評だったら続きから遊んでいきたいと思います。何かがおかしい。なんだ？別にお父さんが撫でてって、お母さんと娘が、おにぎりの大きさが違う。とか、待って。え、なんで？首輪で繋がれてる、こっちの右側の女の子だけ。は、なんで？え、もしかしてペット擬人化して描いたこれ。え、なんで首輪ついてんの？子供に犬のように首輪をつけている。この両親は目を離した隙に子供がどこかへ行かないよう対策として首輪を使っていたが、さすがにその感覚は異常と言わざるを得ない。いやいやいや、でもさ、この子だけじゃん。もう一人の女の子には首輪ついてなかったじゃん。あっちの方がちっちゃい子だしさ、なんかいろんなところに歩き回りそうとか危ないような気もするけどね。え、これはやばいな、これマジで。頭おかしい。え、かわいそうだな。これは周りのさ、一緒になんかキャンプに来た周りの人たちが異常に気づいて通報とかしてほしいね。ということで、今日はここまでで、いやもう何がおかしいか分かっちゃったけど、今日はここまでで終わりにしたいと思います。なかなか面白いゲームだった。なんか思ってたのと違った。なんかね、私結構前に3分間ミステリーっていう実況やってたんですけど、その実況ってかそのゲームみたいな感じかと思ったら、ちょっと違ったね。まあなんかおかしいところを一箇所パンって見つけるっていう感じでしたね。広告も少ないので、個人的にね、少ないなって感じたので、すごい面白かったです。じゃあよかったらチャンネル登録、高評価とコメントとかね、いただけるとめちゃくちゃ励みなのでよろしくお願いします。グッバイ。じゃあねー。